その焦った顔、何時じゃからよかったものの。笑顔で。さっきのは上等句じゃ。ああ、そうだ。大変なんだよ。そうか。頑固で曲。じゃがあやつは、今ま、焦っておう。それで、わらわが手伝える。とぼけてるんだ。ほう。ずいぶんと賢く、わらわがし、それって、完全にそういうわけでも、ともかく、これ、まずは。方法はあるにはある。意識空間を言い換えれば収縮、理解しなくてもよい。乱流のように。だからこそ、まあ行かなくてもよいじゃ。決意は固まったようじゃな。これ、いや、何でもない。そうじゃ、空間に入る。抽象空間の巨大な波、扉が開いたぞ。入るがいい。わらわは外で待機しておる。わらわの神、何時に託した。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼していいんだよな。さあ、何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ。この戦い、今のあなた、無数の戦いのな、たとえそれほど、ま、あなたこそ、彼らがこの、ではこの決戦をもって、私たちの500年以上にわたる決戦。旅人さん、下がって。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどの。私有を決するに使わんとする力は、大会を拡大し、一軒を滅ぼすほどの。私有を決するに求めて意志、心を貫き、無双を転覆せし。
今なお存在して、私は永遠に存在します。見切りました。邪魔者を断ち切りましょう。無論でストッフ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 ッ。ここまでです。 あなたは過去を永遠に摩耗することのない意志は結局のと、あなたはあなたの強さ、しかしそれを思うたびこの無双の一心が震える。まるで私も感じて、その力は、これは誠の無双の意志、馴染みがあるの、認めましょう。あなたのその新たな意志は摩耗によって生まれたも、これからも、もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の、誠はただ一番わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが私の行う、しかし無者勝負そのものについて、 いえ、ただ今までに感じたことのない、もう戦いは終わった、こんにちは、エイ。私はライデン誠。誠？私は今、私は無双の一心へと、かすかに、どうして、ただ私には、しかし、すべてが急すぎ、いきなり稲妻を、あなたが無双に、あの時、ええ、多少ね、今の私にはもう、それでも、幾度となど、ほら、そういった可能、これを受け取っても、最も重要、神を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在、いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは、時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め、新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。現在の A が自らの意識空間、そう簡単には、これらは全て、永遠は時間と、時間そのも、もしかすると、じゃが、あの乱れた感覚は、まだ私も、ふむ、
あなたが何を、もし信用がなければ。何時が信用に、昔何時は。ええ。でもあの、信用はわらわの縄張りに植えられ、うえ、そんな、冗談じゃよ。発芽してから今まで、この木、わらわと関、何時らが空間を離れてから再び入るま、わらわが思うに、あの時わらわは A の、もし時間もわらわたちの追い求める要素、じゃが幸い、何時らの強い意志によって、その乱流は全ての、乱流の方向は誠の影響も受けて、もしかして、おい、私はもともと、あの瞬間、また、しかし、お二人とも、えい、だ、体はすでに回復しています。体ももちろん重要じゃが、それ、誠の意識に、ただ彼女の声、大丈夫です。しかし、何より、稲妻が今日を迎え、私は、ただ、そうだぞ、えい、ありがとうございます。今日ようやく、誠と何時、あなたからそのような慰めの言葉を聞く、何じゃ、誠と、ほう、なら将軍の位に、わらわが二日ほど座っても良いのではないか。いや、そんな面、冗談はここまでにしましょう。将軍と共に、そして鎖国を変え、本当か、私はもうきっとこれから稲妻に、それについて